ナイス DTM、 サウンドクリエイターマルチボーカリストのキックンです。今回も第3回目のガレージバンドの作り方、見てくださりありがとうございます。前回はですね、リージョンを作ってそこに音符を入力するピアノロールというこの画面ですね、ここのピアノロールウィンドウを理解するっていう内容を作っていきました。今回はいよいよ、ピアノロールの使い方を理解したところで実際に打ち込んでいきましょうね。そう、いざ打ち込めと言われても前回の説明だけだと理解はできたけど実際どうなっちゃうんだろうっていう風な人もいるんですよ。なので手取り足取りしっかりとやっていくので安心してくださいね。ではまずはちょっとおさらい含めていきましょうか。今ピアノの音色が読み込まれていることを確認してくださいね、ここで。そしたら次にコマンドボタンを押して鉛筆モードに変えます。そしたらクリックでリージョンが生まれますね。そしたらここのリージョンを端っこを掴んであげて長くしましょう。ちなみにこの上にしてしまうとループになってしまうので、それだとねちょっと今回には適さないので下の段にしてあげてこう伸ばすっていうことをやってあげてくださいね。はい、これで OK です。そしたらリージョンをダブルクリックしましょう。そうするとね、前回やったピアノロールウィンドウが出てきます。その時のポイントを見やすくするにはね、このピンチアウト、ピンチあインですか、これでちょっと画面を狭くしたり広くしたりしてあげて、これでですね画面を適切な長さにしてあげてください。ちなみにここでもできますよ。ここでも長さを変えられますね、このスライダーで OK ですか。でそして、これぐらい縮めるとですね、15小節目、16小節目、17小節目ってなってますよね。これはこれで見やすいんですよ。なぜならば16音符を打ち込みたいという時はこの画面だとかなり見にくいんですよ。なぜならば1拍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 なので、16音符入れたいってなった時にこれもうかなりこの操作がしにくいんです。こんな感じ、これだと見づらいですよね。こう拡大しないといけないってなっちゃうから。なので、その入れたい音符に応じて長さを変えてください。今回は16音符のような細かい音符は入れないので、縮小して縮小して、ほんともう1小節がもう簡単に見られる幅にしてあります。OK ですね。ここまで質問くださいね。では次に、ここの音符を入力していきましょう。で、今回入力するコードはこういう感じです。YOASOBIの怪物のコード進行なので、っていうコード。これは、Dm、F、G、Am っていうコードです。ちょっとコードのことがわからないっていう方ことに関しては、とりあえずこれは置いといてください。ちなみに僕のチャンネルではコードの作り方の動画もしっかりとあるので、そっちも見てみてくださいね。ではまずちょっと今の Dm とか打ち込んでいきましょう。で、これすごい楽な方法があるので、絶対覚えていってくださいね。まず、鉛筆モードに変えますね。そしたら、まずクリックします。そうすると音符が入りますよね。で、今16音符になっちゃってるんですけど、これをちゃんと移動してあげて伸ばしましょう。これで四分音符じゃない。これ全音符にしました。全音符。これ全音符って言うんです。ね。いきますよ。改めてお伝えすると、これが16音符。次の長さが8分音符。この1マス分が4分音符なんです。ね。4分音符4つ分で1小節になるわけなんです。じゃあ次にこれ伸ばしていきますよ。伸ばしたらこれが2分音符。ね。2分音符。で、さらに伸ばして全部伸ばしすると、全音符っていう風に言われてます。ね。全音符はこの1小節丸々の長さです。ね。それをちょっと頭の中に入れといてくださいね。で、今回のコードは、トゥトゥトゥテルルテテテテテレレルなんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2。この時のポイントは、クリックを聞いてあげてください。トゥントゥンテ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 ン。つまり言うと、そうやって口で3台上げると分かりやすいんですけど、1、2、テン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 ってなるので、これは、つまり言うと長さが2分音符の長さ、2拍分って覚えましょう。2拍分の長さでコードチェンジしていきます。コードチェンジは何かというとコードをこう変えていくっていう意味なんですね。そうだ、この長さ
この長さでいくとトゥン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 ってなっていくわけなんですね。そう、2拍分が2分音符って覚えておいてくださいね。ここでで、まずもうコードを入力しちゃうんですよ。この曲のこの場合は全部2分音符で、今から打ち込むところは全部2分音符でコードチェンジがされているので、もうここで伸ばしていきますね。じゃあここで、Dm のコードは何かというと、レファラなんですね。なので鉛筆モードにしてレファラって入力していきますね。レファラ。ちなみにこの黒い部分ありますよね。この黒い濃い部分と薄い部分、グレーがありますよね。この黒い部分が黒鍵だと覚えてください。そうしてあげると見やすくなります。このしましまが、そう、このしましまがね、こうなんか目が混乱しちゃうっていう人いるんですけど、この黒い濃い部分が黒い鍵盤だと思いましょう。今回は白い鍵盤しか出てきませんね。そしたらもう Dm が入力されました。こんな音で、これ Dm か不安になりますよね。これが本当に Dm か。その場合はここをドラッグして、この網掛けで選択してあげましょう。そうするとほら、ここ見てください。Dm って表示されてますよね。そう、このようにしてコードが表示されるんですよ。すごい楽ですよね。なので迷ったらここを選択してあげて、コードを確認するっていうのをやっていきましょう。うん、ちなみにコードが Dm がそもそもどうやって入力すればそれが Dm なのかわからないっていう場合に関しては、僕の他の動画でコードの、組み方、コードの覚え方、暗記不要っていうのがあるので、それ絶対見てくださいね。絶対わかります。じゃあそしたら次に、じゃあ毎回嫌ですよね。じゃあ次 F だから、また F を入力するためにファーでラードって入力するのってめんどくさくないですか。いい方法があります。まずこれ全部選択しましょう、網掛けで。そしたらコマンドをしながら C ね、でコピーします。そしたら貼り付けたい場所、こうクリックしてあげて、こうね、バーを移動してあげましょう。切りがいいところに移動したら、コマンドをしながら V、 そうするとほら同じのができますよね。トゥ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 ルルトゥ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 の繰り返しか。じゃあもうこれで OK です。この4つの繰り返しで OK です。このまま再生すると、あらあら、全部同じじゃないかってなると思うんですよ。なのでここで全部ここの2個目を選択して移動しちゃえばいいんです。もちろんマウスで上に移動してもいいんですけど、マウスだとやりにくいので、オプションボタンを押しながら矢印の上、キーボードの矢印の上を押してあげると半音ずつ移動できますね。移動できるんです。これで、ルートって言われているこの一番下の音符あります。この一番下が今レになってますよね。これがファラドなので、 F なのでファラドなんですよ。なのでこれを F のところに持っていってください。そうすると今 F マイナーになってるんですけど、この F マイナーのこの真ん中の音符を1個上げてください。そうすると F メジャーになります。そう、なぜならば最初 D マイナーでしたよね。 D マイナーの状態でそのまま上げちゃうと F になった時にマイナーになっちゃうんですよ。なのでそこだけは調整する必要があります、この真ん中の部分。では次行きましょうか。これ D マイナーのこの3つ目のやつを、テンテンテテルルレテンテンテン、G に移動しましょう。これもルートがソの音程ですよ。 G はソに移動してあげたら、ほら見てください、 G マイナーってなってますよね。なのでこの真ん中の音符を半音上げる、下げるとマイナー、上げるとメジャー、ほら G になりますよね。この原理はそのさっきお伝えしたコードの覚え方っていう動画を見ればもうすぐにわかります。じゃあ次のコードいきましょう。テンテンテルルルテンテンテンテルルル、最後は A マイナーのコードなんです。なのでこれも、全部網掛けで選択してオプションで上に行きます。そしたらここほらラの音程が A なんですよ。なのでこれもうそのまま、これは A マイナーになってますよね。なぜならば最初 D マイナーだったものを移動したから、それは A マイナーになってくれてるんですよ、ちょうど。でこれで見ていただくと直す必要はないです。もう A マイナーなのですね。例えばこれを A メジャーに変えたいということであれば、真ん中を選択して1個上に上げれば A メジャーになるんですね。でも今回は A マイナーなので A マイナー。聞いてみましょう。テテテテレレレ、ほらなりましたよね。でもあら、次がないじゃないかってなりますよね。それもいい方法があるんですよ。全部選択してください。これをガッと全部選択、もしくはコマンドを押しながら A で全選択できます。そうしたらコマンドを押しながら C でコピーしましょう。そしたら貼り付けたいところの先頭位置をこのクリックで選択してあげて、
コマンドを押しながら V で貼り付け。そうすると同じものがほらできましたよね。テンテンテテルルルテンテンテテルルルテンテン、ほらね、っていう風に複製していけばバッチリ簡単に同じものを複製してい いけるわけなんですよ。これもね、いっぺんに複製しちゃえば一発で、ほらこれ4つ分入りましたね。っていう感じです。このコピペを利用した打ち込みっていうのもかなり大事なので、ぜひチェックしてくださいね。ちなみにこの音符の強さを表すベロシティとかもあるんですけど、これに関してはまた別の機会でお伝えしたいと思います。ナイスDTMありがとうございました。ぜひ挑戦してみてください。